ゼッケン47番、小南亮選手、双葉高校。小南亮、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー32越後恵美香選手、合計タイム2分03秒97。さあコース上、小南亮選手非常にね攻めた滑りをしてきておりました。タイムはほんま1秒遅れ、ほんま1秒遅れで入ってきた小南亮。渡辺歩美選手、福井県体育協会スタート。ゼッケン18番、渡辺歩美。さらっと入ってきました。17番、松本奈緒が。ナンバー2はディフェンスのため、次はビブナンバー18、渡辺歩美選手、福井県体育協会スタート。ゼッケン18番、仮タイムをお伝えいたします。渡辺歩美。ビブナンバー22、若月新田選手、合計タイム1分59秒71。さあコース上にはビブナンバー18、渡辺歩美。さあ最初の急斜面はしっかりとしてスキーさばきで、さあさばいてきた。中間タイムコンマ44遅れでやってきました。ゼッケン22番、若月新田。若月新田選手、北昇高校スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー18、渡辺歩選手、1分06秒。若月新田選手、北昇高校スタート。ゼッケン22番、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー16、林亜由子選手、合計タイム2分00秒83。さあただいまね、若月新田選手少し失敗してしまいましたね。これはね非常にタイムロスになってしまった。しかしながら中間タイムは1秒28余っている。さあこのまま、どこに中間タイムが置いてあるか。ゼッケン17番、松本菜乃葉。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー15、西島陽子選手、1分00秒07。ビブナンバー17、松本菜乃葉選手、早稲田大学スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー18、渡辺歩美選手、合計タイム2分00秒10。やってまいりました、ビブナンバー17、松本菜乃葉。中間タイムはほんま11秒。さあ遅れて入ってきました。ゼッケン14番、野々山沙絵。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー12、前田久紀選手、58秒84。ビブナンバー13、高橋選手、19秒51のプレーで入ってまいりました。ビブナンバー14、野々山沙絵選手、野々山沙絵選手、日本体育大学スタート。ゼッケン14番、仮タイムをお伝えいたします。野々山沙絵。ビブナンバー23、西村沙絵選手、合計タイム2分00秒45。現在ビブナンバー14、野々山沙絵選手が滑走中でした。間もなく中間タイム、これは早いぞ。1分25秒64、1秒45巻いていきたい。ゼッケン10番、新井美代。ビブナンバー9、石橋美希選手、59秒04。さあコース、
ビブナンバー10、新井美代選手、サンミリオン FC、スタート。ゼッケン10番、新井美代。さあ、前半、非常にいい動きをしているビブナンバー10、新井美代、サンミリオン FC。さあ、現在第1位の野々山、58秒592。おっと、中間タイム、コンマ88。さあ、コンマ88通ってきた。リブナンバー6、新井真紀子選手、日本保育サービス。ゼッケン6番、新井真紀子。仮タイムをお伝えいたします。リブナンバー5、富井由紀奈選手、58秒54。さあ、現在第ビブナンバー6、新井真紀子選手、日本保育サービス SC、スタート。ゼッケン6番。仮タイムをお伝えいたします。新井真紀子。ビブナンバー12、前田千咲選手、合計タイム1分55秒94。さあ、現在第1位がビブナンバー12、前田千咲の1分55秒94。そして第2位がビブナンバー9の石橋美紀、1分56秒60。さあ、やってきた。コンマ02秒遅れでやってきた。さあ、ライブ。ビブナンバー9、石橋美紀選手、東海大学、スタート。ゼッケン9番、石橋美紀。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー8、骨貝聖火選手、1分01秒85。さあ、こちらには、ビブナンバー9、石橋美紀選手、東海大学、スタート。ゼッケン9番。仮タイムをお伝えいたします。石橋美紀。ビブナンバー10、新井美代選手、合計タイム1分56秒70。さあ、現在ビブナンバー9、石橋美紀、東海大学が滑っております。中間タイム、コンマ03秒遅れで入ってきた。コンマ03秒遅れで入ってきた石橋美紀。ゼッケン5番、富井由紀奈。スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー4、清澤恵美子選手、56秒40。ここで8時30分現在のスタート地点の気象状況をお伝えいたします。天候晴れ、気温-10度、雪温-8.9度、北の風。ビブナンバー5、新井富井由紀奈選手、長野修英高等学校、スタート。ゼッケン5番、富井由紀奈。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー6、新井真紀子選手、合計タイム1分56秒61。さあ、中間タイム0秒08上回ってきた。ビブナンバー5、富井由紀奈。前田千咲選手、松本大学、スタート。ゼッケン12番、前田千咲。ビブナンバー11、星見光選手は途中です。さあ、現在ポイントの2番が11、前田千咲、松本大学、11です。ここで1秒24遅れで入ってきた。ビブナンバー12、前田千咲。ビブナンバー12、前田千咲選手、松本大学、スタート。ゼッケン12番、松本千咲。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー9、石橋美紀選手、合計タイム1分56秒60。現在コース上は前田千咲、松本大学がオンコース。さあ、中間タイムは
コンマ74秒差縮めてきた。さあコンマ74秒差女子 SL 石川春奈、ビブナンバー1石川春奈選手、木島病院スタート。スピードオブハザー石川春奈、はい、いいかな。はい、スタート直後はやっぱりあの部屋、ビブナンバー1石川春奈選手、木島病院スタート。ゼッケン1番石川春奈、昨日のジャイアントスラロームチャンピオン石川春奈、すでにピョンチャンオリンピックジャイアントスラロームほぼ決まったといったところでしょう。さあこの選手がスラロームでも一体どんな滑りを見せてくれるのか、週間タイム気になるところ、コンマ81秒上回ってきた、コンマ81上回ってきた。ゼッケン3番向川桜子、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー2長谷川恵美選手、56秒54。ビブナンバー3向川桜子選手、秋田ゼロックス株式会社スタート。ゼッケン3番向川桜子、現在第1位ビブナンバー2長谷川恵美の1分51秒47。さあまずはこのタイムを目指していきたい、そして次に滑る安藤アーサにプレッシャーをかけていきたいところ。さあ向川桜子週間タイムはコンマ27秒上回ってきた、コンマ27秒上回ってきた。さあ素晴らしい滑りで向川桜子、ゼッケン4番清澤恵美子、ゼッケン4番清澤恵美子選手、延長 1位スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー3 56秒、ビブナンバー4清澤恵美子選手、延長 1位スタート。ゼッケン4番清澤恵美子、素晴らしい滑りを見せて1分51秒47というコータイムでやってきた。さあここで清澤恵美子、1本目3位の選手、一体どれだけの中間タイムで来るのか期待したところ。さあコンマ1秒上回ってきた、素晴らしい滑りで来ている清澤恵美子、ゼッケン2番長谷川恵美、長谷川恵美選手、3ミリオン1位スタート。さあこの強さ長谷川恵美選手、さあこの強さ長谷川恵美選手、さあこの強さ57秒89、この戦法中間タイムはコンマ5位長谷川恵美、3ミリオン1位がスタート。ビブナンバー2長谷川恵美選手、3ミリオン SC スタート。ゼッケン2番長谷川恵美、さあ優勝候補長谷川恵美、1本目のタイム56秒54、そして1本目第1の安藤朝が54秒68。さあその差をこの2本目で埋めていきたいところ。長谷川恵美素晴らしい滑りしているぞ、気になる中間タイム素晴らしい、2秒02伸ばしてきた。ゼッケン7番安藤朝、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー6新井真紀子選手、58秒70。ビブナンバー7安藤朝選手、東洋大学スタート。ゼッケン7番安藤朝、1本目ぶっちぎり1秒
秒5の差をつけてきた安藤朝が、さあ一体どんな滑りを見せてくれるのか。さあこのハンデをそのまんま伸ばしていきたい、守っていきたい、そしてさらにもっともっとプライド的には、さあ素晴らしい1秒99差を広げている。さあ10秒